まず最初のコーナーはこちら、世の中をあざかわ色に染めてみよう。染めるよ、染めるよ、染めていくよ。はい、ということで稲葉真奈といえば、はい、もうオープニングだけでもわかるでしょう、あざといということでね。そうですかいや、あざといはさ、はい、どっちなんですか、あの素なのか、ちょっと作り上げた自分の中の武器なのか。そうですね、どちらも、うん、どちらの要素もあるんですけど、はいはい、基本的に普段周りからあざといって言われる場合は、うん、大体素のことが多いですね、うんうん、だから変な話、このステージ上じゃなくて裏でも言われたりするってこと。言われますね、あざといな、なんか普通にしてるだけなんだけどなっていう、うんうん、言葉選びとかで結構言われることが多いですかね。あ、なるほどね、あ、そうなんだ、はい、お母さんもあざといの。お母さんあざといんですよ。お母さんあざといの、はい、そう、それいつか皆さんに話したかった。私は悪くない、遺伝なんです。あざといは遺伝、あざといは皆さん遺伝します、はい、メモしといて覚えていってくださいあざといは遺伝なんです。じゃあ、なんか言ったら2代目だ。そうです、まあ言ったら3代目ぐらいあの私のおばあちゃんもあざとい感じで、ちょっと可愛らしい感じのおばあちゃんなので、ほうほう、これはもう代々受け継がれているものですね。なるほどね、はい、血筋なんだね。そうなんです。じゃあ3代目のあざといとして稲葉家のね。なので今回はね、はい、世の中にありふれた言葉があると思いますので、はい、そういう定型文をちょっと2人で相談しつつ、あざとく変えてみようと、はい、でもし使いやすいのがあったらみんなにも使っていただいて、おちょっと世の中をあざかわ色に染めてみようというコーナーでございます、はい、使ってくださいね、はい、本当に、はい、ぜひ。さっきはなんだっけ、はい、じゃんけんポン、はい、最初がじゃんけんポンで、あいこだった時に、はい、一緒だね、そう、運命だね、そういうやつね、そういうやつ、はい、そうです。クスクスみんなしてます畳みかける感じどこで使ったらいいんだっていう普段使ってください、はい、まあまあ、じゃあ行ってみましょうか、ね、はい、はい、じゃあまず一つ目こちら、電車でおじいさんにもしよかったら座ってください。あ、なるほどなるほど、これ、はあ、よくやっちゃいます。あ、単純に席を譲る、はい、ほう、なんか別にいいこぶってるとか全くそういうのではなくて、はいはい、なんか結構気になっちゃうんですよ、何でも、うんうん、でもあんまりこう周りを気にしない性格になりたいなっていうのもあるんですけど、うんうん、こう座ってると、うん、なんかずっとキョロキョロしちゃって、うん、あ、なんかおじいちゃん入ってきた、おばあちゃん入ってきた、あ、なんかすごい荷物持ってる、うん、あ、立ってる、どうしよう、いつ言おうみたいな、そわそわしちゃって、でもなんか好きで立ってる方もいらっしゃるじゃないですか。そうなんだよね、もうこれ健康のためにわしは立ってるのが好きなんだ、はい、みたいなのとか、はい、そうだから優先席は一席空いててそこに座らないってことは好きで立ってる、でも優先席の前人立ってて座りづらいから座ってないのかなとか、気づいてないのかなとかね。そうなんですよ、考えちゃうんですけど素で言っちゃいますね。でもまあ基本的に目の前におじいさんとか来たら、あ、目の前に来たら、あ、座りますか。でもさ、なんかさ、それこそさ、バスツアーとか一緒に行った時とかさ、はい、打ち合わせとかもちろんするじゃない、はい、でまあこうやって座って打ち合わせしてる時とかに、はい、今思い返せばよ、はい、立ってるスタッフさんが一人いると、うん、座ってくださいって絶対言うね。あ、言うわと思って。やだ、そうですか。そう、そうか、そんなことありますだからそれも多分気にしてんのよ。あ、なんかでも気になっちゃいますね。ね、自分だったらとか、今この人どう考えてる、この人は今こういう立場だみたいな、なんか考えちゃいます。あ、なるほどね、うん、でもまあそんなおじいさんにあざとくあざとく、これもでも言い方ですね。あ、言い方、うん、そんなにあのおじいさん相手なので、あんまり周りくどくあざとく言ってもちょっと今時の若者何言ってるかわからんみたいな、あって言われる、うん、ってなっちゃうから、もうこれはもう言い方で、もしよかったら座ってくださいっていう笑顔で言うのがいいですね。このポーズもあるかもしれない、はい、座ってください、あよかったらどうぞみたいな感じじゃダメです。ダメね、目を見てここに座ってくださいっていう。あ、この首も必要ですか。はい、もしよかったら座ってください角度角度、はい、確かにそれできたらちょっと断りづらいかもしれない。そうですよね、うんうん、立ちたいと思ってても低いですね、低めに打点があ、じゃあこうやって言い方、はい、言い方というか文はこれですけど、はい、言い方をトーンと角度、角度ね、はい、首の角度ね、はい、了解。じゃあ次行きましょう、はい、次こちら、買い物で店員さんにこれいくらですか。これいくらですか。ほう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 、
これはでも難しいですよね。本当に値段がわからないのか、うん、まあ、一応書いてあって分かってはいるけどちょっと安くならないかなっていうえ、そんなことすんの？いや、私はあの値引きシール貼られるのを見張ってるタイプです。あ、そうなんだ。なんか、あ、貼り始めたな、こっちまで流れてきそうだなっていうので、うん、こっちで欲しいものがあったら、あ、これってシール貼ってもらえますかって普通に聞きに行きます。あ、すごい、はい、そしたら、あ、はい、貼ります貼ります。それ断られたことないの？ないです。もう大体わかるじゃないですか、この流れできたらこれも貼られるっていう。違うよ、もうそれはあざといんだよ。え、あざとく頼んでるからもう貼らざるを得ないんだよ。いや、普通です。本当は 20% だけど半額貼っちゃったりするんだよ多分それはあるかもしれない。それはあるかもしれないいやでも直接言われたら、やっぱりちょっとは圧を感じると思うので、まあ、そういう技も必要になってきますけど。ああ、まあね、まあ、これいくらですか。ああ、まあ、遠回しに言うのもありですよね。 あなんかこれ美味しそう、でもちょっと高いかな、これいくらですか困った。あ、いや、もう困ったっつってさやみんの。これいくらですか。いや、いくらの狙ってるか知らんけどよあーそう、はい、あー、じゃあその前置きが必要ってことかな。必要ですね、あざとくなるには。はい、その状況を読みつつ適した、店員さんが近くにこんぐらいの距離でいても、はい、割とあこれどうかなっていうこと。そうです、ちょっと大きめの声で、あー美味しそうだけどこれいくらかな迷子じゃねえ、キョロキョロここにいるのよ。でも目合わさないの、こっちには合わさないです。あ、なるほど。合わせる場合はもう行っちゃった方がいいです。はあはあ、これっていくらですか。なるほどね、それも角度。はあ、はあ、割とあざといって角度大事なの、ね、角度大事ですね。結局雰囲気なところあるので。ああ、ああ、同じ言葉でも あざといと取られてしまうかそうでないかっていう違いなのと一緒で、うんうん、まあ、あざとくいくならとことん角度で振り切っちゃった方がいいと思います。柔軟性、柔軟性、はい、で横にして、そうです、美味しそうだな、ちょっともう一回、最後もう一回やってもらっていいですか。美味しそうだなのくだり。あ、これ美味しそうだな、いくらだろうな嘘つけ嘘つけ、やるかこんな、あの夢の国のネズミさんみたいなやつやるのつま先、あ、そうなの、つま先上げで。だからまあ、あのね、女性の方、男性の方これやったら何やってんだろうって思われるけど。そうですね、ちょっと危ない。あざといは女性限定ですから、はい、女性のファンの方はぜひねやっていただいて使ってみてくださいあれ稲葉っちなら大丈夫だったらいいなみたいな感じでじゃあ続いていきましょう、はい、続いてこちら。宿題やりなさいと親に言われた時の今やろうと思ってたんだよ。うわー、あるな、ある、あったな。え、溜め込むタイプですか宿題。あの最初に結構やるんですよ、うん、で、あの早めに終わらせようと思ってやっておいて、うん、直前になって、うん、あれ、そういえば完璧には終わってないじゃんって思い出して慌てるタイプです、うん、ああ、なるほどね、はい、一応やろうとはするんだ。やろうとはしますね。で、これ言われたことはある？ありますね。あるよね。なんか宿題だったりとか、なんか何を早くした方がいいんじゃないの、はいはい、とか、うんうん、なんかそういうありきたりなことは言われましたね。そうだよね、お風呂早く入っちゃいなさいとかね、はい、うん、あったなあったな今はもう言われないでしょ。今はそういうなことは今は言われないです、ね、大人ですもんね。もうそうです、もう23歳になりますから、なろうとしてますから、はい、まあだから昔思い出して今やろうと思ってたんだよ。これはでもやっぱり困り顔、表情が大事ですかね。うん、言葉か、これこそためなんじゃない。今さ、今さ、だ見てこれだってここまでは進んでて、むずいんだよっていうここまではできてたんだけど、でもこっから難しくて、でもこの後やろうと思ってたの。もう全員許してる顔してるもん意地意地な感じで、意地意地な感じか、はい、今やろうと思ってたのに、もう悲しくて、あれもしかしてこっちが悪いみたいな感じに思わせるぐらい、もうなんかもう悲しい、やろうと思ってたのにみたいな。なんでそんなこと言ってくるんだろうっていう。そうです、そうです。もうその言ってきた側を悪に捨ててあげる、はい、あ、ごめんね、やろうと思ってたよねっていう状況にするのがいいですかね。だからもう困り顔で、はい、もう泣く寸前ぐらいなんですよね、はい、もううるうるぐらいまで。涙流すのはちょっと違うと思うので、うん、もうちょっと大事な時に取っておきたいので、うん、それはだからちょっとうるうるぐらいで、うるうるぐらいで、はい、そんな感じで溜め込んで言う、うんうんうん、はい、
そっちを言った方を悪いと仕立て上げる。そうです、完全に悪魔のやり方ですね。その方がいいと思う。すんじゃないんですよ。じゃあ続いていきましょう。はい、続いてこちら。おー、むずいな。時代劇の最後のシーン、これにて一件落着。これにて一件落着。まあなんかいろいろ時代劇は事件が起きるわけですよね、はい、その中でいろいろお裁きとかいろいろあった上で解決しました、はい、でも主役の方がこれにて一件落着、まあ、みたいに言うわけですよ、はい、ベタなセリフとして ね、うんうん、ありますね、はい、それをあざとく。これをあざとく。これにて、だからまあ一回切った方がいいですよね。あ、これにてまではね、これにて、なりは違うか、なりは違うか。これにて一件落着なり。ちょっと違う、ちょっと違ったね。それはもう今までの時代劇をやってきた60分ぐらい流れがもうえーってなる。急にちょっと違いますよね、まあ、結果あざといだからそうなっちゃうかもしれないけど、これにて、これにて指、これにて、だから一件落着っていうのは、まあ、だから終わりってことだからね、はあはあ、うんうん、そうですよね、全て解決したのだみたいなことだよね、はい、うんうん、一件落着なのだ。ちょっとこれは苦手かもしれないな。これ見て苦手だね。一見落着なのだ。笑いになっちゃってるもんな。違うよな絶対。いや違くはないのよ。だってもうしょうがないのよ。時代劇でそんなことありえないのよ。そうか、あざかわなんかさ、あざかわの時代劇だったら頭からね、あ、なんかこれで全部完璧だよ。そんな時代劇は多分ないけどね。むずいな、時代劇難しいな、これむずいな。でもまあだからあざかわでも犯せないぐらいの時代劇のやっぱ歴史があるんだよ、はい、ありますね。あざかわの歴史はちょっとかなわなかったかな。だって多分昔の人であざといとかいう言葉はないでしょ。確かに、うん、結構最近の言葉ですもんね、のような気がするよ、ここ数年の、うん、パスだな、これ。パスですね。パスしよう。じゃあラスト行こう、うん。はい。ラストこちら。え？運動会の綱引きの時の掛け声。OS、OS。え、綱引き OS って言いますか？え、OS だよね。あ、北海道違うの？え、私なんて言ってたかな。え、OS だっていう人。ほら。あれ？でも、まあまあ、まあまあ少ないな。3分の1ぐらい。3、まあ、え、なんて言ってたかな。OS って言うんだけどね、割と 1、2? 違うか、全然力入んないだろ。絶対違うか。え、綱引きやったことある？あります。おう、もうピーンってする人です。こうやってやっても引きずられちゃうから、うん、もう地に足つけたまま、あ、こう、うん、あの全体重を後ろにかけるやつ、ね、そうです、もうこのままピーンってストッパーみたいに、うん、でもまあみんなで言うわけだから綱引きだからね、うん、よいしょよいしょせーの、まったよいしょ、勝ちよいしょ、まったせーの、いや、運動が白熱がないな。でもまあそうなっちゃうか、うん、結構揃うと思う。頑張れ、まった、はい、妖精たちがやってんならいいけど、そういう感じで、うん、そんな感じがいいんじゃないですかね。そうなるかな、うん、よいしょ。だから今度はまあ運動会の時期は過ぎちゃったけど、じゃあまあ来年ぜひね、皆さんの周りで町内でもいいですけど、はい、運動会やるとき一人だけね、よいしょって言ってあざとく。でもしたらも女の人がそのよいしょとかやってたら、はい、可愛くなって後ろの男子頑張るかも。あ、いい、うん、そして頑張ってもらって、うん、で迎えの相手には、うん、それでこうメロメロにさせて、うん、足から入らないみたいな、よいしょよいしょってこう目で訴えかけて、あはは、勝っちゃいます。すごい、もう魔法の世界だよね。もう弱った隙に、なるほどね、よいしょこらしょね、こらしょ、だっかいしょ、なんでもあり、なんでもありね。それ可愛らしさで、はい、周りの男子をメロメロにしたり力強くしたりしてみてくださいということね、はい、はい、そうです。じゃあぜひ来年の運動会シーズンぜひ皆さんこのよいしょこらしょ使
ってみてください。お願いいたします。頑張ってください。さあということでいろいろ変えてきましたけどいかがでしたか、はい、そうですね、やっぱりちょっと時代劇とかになると歴史を感じて、はいはいはい、まあ、まだまだあざといの歴史もこれからだなっていう、そうだね、あの発見もあったんですけど、うんうんうん、でもやっぱりこう改めて自分ってどういう人間なのかっていうのをこうなんか向き合えてよかったなって思いますね。なるほどね。だからもう頑張りまなかんってよく言うじゃない、はい、それが主流になるぐらいのさ世の中にしていこう、はい、あ、頑張りまなかんします。頑張りまなかんしてください。ぜひね、はい、ぜひ皆さんもこの中の使えるやつがあったらぜひ使ってみてください、はい、ということで以上世の中をあざかわ色に染めてみようでございました。ありがとうございました。